なんだよ。京也くん、オリエンテーリングなんてずる休みするかと思ってた。サボるともっと面倒なことになるだろうな。班長はテンコ取って、揃った班からバスに乗るように。4組2班テンコ取ります。佐田くん。はい。エリ、篠原さん。はい。滝井くん。へい。小島さん。はい。あれ、神谷くんどこ行った？あ、さっきまでいたけど。あ、あそこ。やったね、アドレスゲット。神谷くん、バス乗るから戻ってきて。あ、はい。それじゃね。フラフラしないでね、みんなが困るから。じゃあフラフラしないようにあゆみちゃんがずっと見張っててよ。はいはい。先生、2班全員揃いました。お、まあスルーか。寂しいなね。やだ、佐田くん怖い。これから2人大丈夫かな、この2人。神谷くんも京也くんが拒否ってるみたいだけど、せっかくの1泊2日楽しく過ごせますように。逃がさないよ、佐田くん。俺が目覚ましてあげるからさ。愛あることなんて求めたりしないよ。愛のエネルギーなんて元から知らないよ。だがあなたと言いたい。可愛い愛の代わりはワンでしょ。そのぐらい楽にやるわ。イワルフェンドの振りはそれぐらいにしてさ。私のポジション牛耳ってんのとか思ってるくせに。思ってないし。エリが顔に出てる。え、つーかさ、あの二人仲良かったっけ？いや、どう見ても神谷くんが一方的に押しかけてるだけでしょ。確かに女の子にしか興味ない感じだったのにね。わかった、サタッチのこと狙ってんだ。おお、あーあー、それだ。どうする、エリカ、サタッチ取られちゃうかもよ。神谷、百戦錬磨っぽいもんね。そっか、だから京也くんはあんなに拒絶して。おー、あー、このままじゃ京也くんがいけない方面に。いや、ジョークだから。トイレ休憩だよ、佐田くん。どんなの聞いてんの？返せよ。ケチ。のぞみくん。あ、かなちゃん。はい、約束のお弁当。ありがとう。かなちゃん特製卵焼き入れてくれた？もちろん。あとおにぎりの中身全部違うから。マジで？超楽しみ。食べたら感想聞かせてね。もちろん。どう？
何が？料理得意だって子に俺も食べてみたいって言うとみんな喜んで作ってきてくれるんだよね。ほら見てよ、この子たちがローテーションで毎日作ってくれんの。だから俺自分で昼飯用意したことないんだよね。いいご身分だな。まあね。佐田くん、この人知ってる？沢ひとみさん。知らん。嘘、3年で一番美人だって評判だよ。春休みに一緒に沖縄行ったんだけど、男どもの羨望の眼差しが痛くってさ。ああでもこの女子大生もすごいんだよね。こないだ毒もにスカウトされたんだって。顔が広いんだな。佐田くんももっと視野広げなきゃ。狭い世界で見つかる幸せなんてしょぼいもんだよ。そんなの人それぞれだろう。あ、寝るから話しかけんなよ。壁高いな。よし、これから班ごとのオリエンテーリングに出発する。実行委員は説明があるのでこの場に残るように。さて次はどうするか。神谷くん。あ、エリカちゃん。何話してたのかな、京也くんと。お、なんか後頭部が痛いと思ったらエリカちゃんか。だって京也くんあんまり男子と絡んだりしないから。ダメ、俺が佐田くんと友情を育んじゃ。え、友情？ほら佐田くんってぶっきらぼうだけど根は悪い人じゃないじゃん。そうなの、自己表現が歪んでるだけなの。なんだか心開いて欲しくなっちゃってさ。そっか。エリカちゃんも協力してくれる？うん、京也くんもよろしくね。よし、もうすぐ山頂に山頂を同じで。友情ね。あの二人が分かり合えるとは思えないけど。でも京也くんのことすっごく理解してたし、きっと大丈夫だよ。エリカちゃんって素直だよね。あ？さて。お？おーい。のぞみくん、偶然。ほんと運命だね。佐田くん、こちら2組のみほちゃん、まゆちゃん、りょうこちゃん。こんにちは。なあ、朝の。佐田くん覚えててくれたんだ。別に。そりゃ可愛い子ばっかだもん、一度見たら忘れるわけないってね。だったら嬉しいな。そうだ、じゃあ今度このメンバーで遊びに行こうよ。いいね、遊ぼう遊ぼう。じゃあ佐田くん、携帯教えてもらってもいいかな。ごめん、俺携帯持ってないんだ。え？おい女子、何やってんだ、行くぞ。やっぱ男子怒ってる。行こうみほ。うん、またね。じゃあ。なんであんな嘘ついたのさ。は？携帯持ってるくせに。面倒だから。面倒って。みほちゃん、明らかに佐田くん狙いだったじゃん。あんな可愛い子なかなかいないよ。別に興味ない。もしかして浮気ダメ絶対とか思ってる？でもメールとか遊びに行くくらい普通でしょ。浮気だろうがなんだろうがしたいやつはすればいい、俺は関係ねえ。嘘ばっか、美人が嫌いな男なんていないでしょ。クールぶんのやめようよ。は？もっと本能のまま行動しなよ。カッコつけてたら絶対後悔するって。てめえは教祖かよ、鬱陶しい。お前がどうしようと勝手だけどな、俺に押し付けんじゃねえよ。だってほっとけないでしょ、佐田くんレベルの人が低い位置に甘んじてるなんて。佐田くんならもっと可愛い子だって手が届くよ。それとも意外と自分に自信ないとか。なめんな。不満あったらとっくに自分で動いてんだよ。お前なんかに言われなくったってな。ここまでバカだったとは。重傷だよ佐田くん。こうなったら
強引にでも分からせなきゃ。君と僕は同じ人種だってね。エリカ、髪焦げる。え？やっせ！何やってんの？いや、京也くんのこと考えてて。あんた自分で企んでおいて。そうなんだけど、そうなんだけど。なに、エリカ、サタッチ不足？そんなん男子部屋行っちゃえばいいじゃん。え？何のためのお腹お彼氏だよ。アリバイ作りならあしら協力するし。手塚、マリン。エリカ、バカなことしないでね。出たよ、こういう時に真面目ぶるやつ。友達だったら協力しろよ。友達だから止めてんの。エリカのことだから残念なうちが目に見えてるしね。ちょ、みんなひどい。私の新兵器見る？ねえエリカ、ん？なんでそんなに佐田君と神谷君を友達にしたいの？ああ、私高校入った時サンちゃんとクラス別れちゃったじゃん。他に知り合いもいないし超心細くてさ。でもなんとか手塚とマリンと友達になれて、まあ最初は無理やり合わせてたことで苦労もあったけど、今は私が落ち込んでたら励ましてくれたりするし、いてくれてよかったって思うから。京也くんにはそういう友達学校にいないっぽいんだよね。だから押し付けかもしれないけど、京也くんにもそういう友達ができたらいいなって。そっか、男同士水入らず友情が深まるといいな。こんばんは。神谷くんにお呼ばれしちゃいました。いらっしゃい。さささささ、どうぞどうぞ、こっち座っちゃって。お邪魔します。先生に見つからなかった？うん、大丈夫。もう超ドキドキだったけどね。え、でもここも緊張しない？やっぱ男の子の部屋だもんね。うんうん。三人ともめちゃくちゃ可愛い。ありがとう、神様。いや、神谷様。佐田くんはこっち来ないの？うん、ちょっと気分が悪くって。そうなんだ。じゃあうるさくしない方がいいのかな。どうする？戻る？あ、そんな。はい、佐田くん元気になりました。佐田くんも混ざるって。おい、俺はいいじゃねえかよ、付き合えよ。お前がいねえとこの頃帰っちゃうんだよ。俺たちの精神を奪わないでくれよ。じゃあちょっとだけ。おお。じゃあしりとりしようぜ。タッカ王様ゲーム。おー、さ、みんな引いて。王様誰だ？はい、王様私。一番が三番にしっぺ。あっ、いって。王様誰だ？俺だ。四番が八番を肩車。やだ、美穂重い。重い、言うな。重い。王様誰だ？俺来た。六番と七番が二人羽織。うわ、俺7番。やめろ神谷、そこは離さない。トンネル避けるな。王様だれだ。おれ2番と5番ハグしてください。きたー、神様ありがとう。そろそろいいかな。王様だれだ。あ、俺だ。おお、いよ神谷、さっきみたいな命令期待。じゃあもっとすごいの言っちゃう？1番と4番の人キスしてもらおっか。おお、美穂1番じゃん。おお、4番だ、第4番。お、4番佐田くんです。佐田かよ、天は俺らを見放した。お前仕込んだな。何が？頑張ってね。ほら、美穂、いけいけ。しょうがないな。
やっちゃう？正直ちょっとラッキーって思っちゃった。佐田君、男の本能から逃れられるやつなんて誰もいないよ。ゲームでも一線越えちゃえばそっから崩れるのなんて簡単だ。さあ早く目を覚まして俺と一緒に楽しく生きよう。ごめん、俺降りるね。ちょっと、それはなしだよ。ここまで来てしらけるじゃん。そうだそうだ。ブー。ごめん、でも無理だから俺出ていくよ。やっぱりこういうの向いてないみたいだし。みんなは楽しんで。まあ、佐田はしょうがねえな。佐田君、なんであそこまで行ってやらないわけ？従っちゃえばいいじゃん、男の本能なんだから。くだらねえ。誰がそんなもんに振り回されるか。俺は俺の意志にしか従わねえんだよ。お仲間が欲しいなら他当たるんだな。違うよ、なんでわかんないのさ。全部佐田君のためなんだってば。しつけえな。小さくまとまっちゃっていいの？今が一番って心から言える？ああそうだ、これ見なよ。ほらどう、すごくない？女の子のアドレス500件入ってる。それが？つまり俺は佐田君より人生を500倍楽しんでいるんだよ。いや、計算ミスだろ。え？ゴミをいくら集めたってただのゴミ山だ。ミス、こんなに可愛い子ばっかだぞ。ありえない、やっぱり佐田君の方がおかしいよ。あれ、のぞみ？ユリ何してんの、こんなところで。なんとなくユリと会えそうな気がして。またねえ、ちょっと付き合ってよ。今俺慰めてほしい気分なんだよね。あ、ごめん。実は私今告白されてきたとこなんだよね。え？知ってる？3組の木村、呼び出されて OK してきちゃった。だからもうのぞみとは遊べない。そうなんだ。じゃあ仕方ないね。ゴミをいくら集めたってただのゴミ山だ。じゃあ先生に報告してくるから、みんな先にバス乗ってて。はーい。やっと帰れるよ。京也くん不足もあと少しの。神谷くん、また女の子と。京也くんとの友情はどうなったのよ。ひょっとしてうまくいってないのかな。まあ相手はあのひねくれ王子だもんね。慌てない慌てない。あ、サンちゃん、ポテコラとチョコはどっち先に開ける？どっちも開けんな、手が汚れる。え、ヒョウヤくん、なんで、神谷くんと座るんじゃん。お前、何か企んでんだろ。え、何かって？ま、いいけど。ヒョウヤくん？うるせえな、眠いんだよ。いや、だって、こういうこと嫌いなんでしょ。お前は今ただの枕だ。黙ってじっとしとけ。は、はい。天子の報告が終わった班から解散な。じゃあ天子取ります。あれ、
他の3人は？さあ。まだバスの中じゃね？なんで起こさねえんだよ。だって京也くんよく寝てたから。役に立たねえ目覚ましだな。枕だもん。あれ、神谷くんも寝てたの？もう学校だよ。何やってんだポンコツ時計。ポンコツってどんくせえな。さっさとしろ。そんなにポンポン言わないでよ。口答えすんな、人前でイチャつくのやめてくんない？え、見てて恥ずかしくなるからさ、自分が。神谷くん、俺振られたんだ。え、でもなんとも思わなかったんだよ。アドレス消すのもためらいゼロ。結局佐田くんの言う通り、俺の持ってたものっていらないものだったんだな。たった一人本当に大切な子がいればそれでいいんだ。そんな子俺にできるのかな。できるだろう、そのうち。本当適当にあしらうね。何か根拠でもあんの？俺もお前と同じだったからな。ありがとう、佐田くん。なんかワクワクしてきた。俺に本気の彼女ができたら、ダブルデートしようね。遠慮しとく。ちょっと、早く集合してよ。あ、あゆみちゃん、ごめんね。エリカ。いい加減その顔やめろ。何気ない一言が運命を動かすトリガーとなる。己のプライドと約束を胸に、彼の孤独な戦いが今始まる。次回、逃亡惰性、ハッピーバースデー、全ては愛の名のもとに。